ちょろいぜ、甘いぜ、ちょろ甘ですね。暑いぜ、寒いぜ、あじゃ冷たいぜ。何ぶつくさ言ってるの？河口で暑いと言ったら騒ぐなと叱られたでの。根に持ってるんですか？熱しやすくて冷めにくいんじゃよ。こっちは好きにやっておるからほっといておくれ。かえって鬱陶しいわよ。だいたい暑くて寒いならあちゃ冷たいじゃなくて暑さむでしょ。それではわしのニュアンスは伝わらぬわ。というか問題はそこではない。寒冷化で外側はキンキンに冷えておるくせに内側は溶岩で熱々というのが気に食わぬ。そういう曖昧みーなものがわしは嫌いなんじゃ。ほう、じゃああれはどうだ。背豚の中に入ってるパイナップル。許さん。甘い卵焼きは弁当のおかずにならん。チョコレートがけレーズン。干しぶどうの存在そのものが許せぬ。仕方ない。それならピーチパイはどうだ。質問の前提がわからんわ。あんた自身のことは大嫌いじゃよ。ならあんた自身も曖昧なんだ。じゃからジジイをお主に食わせて地脈融点に叩き込ませるんじゃ。好きになれるといいわね、自分を。恥ずかしいことを言うな。